養魚は、講義では、魚を飼育して増やすことを意味するが、ここで取り上げる養魚は、古代中国から伝わる伝統的かつ合理的な魚の養殖法のことを言う。またこの養魚は、その仕組みから、石非養とも称され、現在の中華人民共和国においても、養産業や稲作等の農業と兼ね合わせて営まれ、続けている。養魚の歴史は、陰の遺跡から発掘された。 甲骨文字の記録から、紀元前1,150年前にまで遡り、当初は養蚕と兼業し、不要となった蚕のサナギを餌とする鯉のタンマモルが行われていたとみられる。そのような養殖技術を産業として導入したのは、春秋戦国時代の古史の王、光仙に仕えた政治家、藩霊とも言われ、彼は、魚の養殖に関する世界最古の著書である、養魚業を表している。 当の時代になると、その皇帝、李猿は、彼の生、理と恋とが同音であるため、恋に対する冒徳は皇帝に対する冒徳であるとし、恋の養殖、捕獲、売買、食を一切禁止した。恋を捕らえた者は三十杖の罪、食した者は死刑という厳しい禁令であった。この禁令により、民衆は恋に変わる、食用魚として、 アオオソウギョ国連白連に注目。その特性を見定め、鯉の単守りで培ったノウハウを応用、改良し、これら4種の淡水魚を手間をかけずに一環境で同時に飼育する合理的方法を確立した。この改良された幼魚は、その後各地に広まり、鯉に代わる食用魚として蒸気4種があらゆる層に需要されるようになった。これらの淡水魚が、 4種類の一般的な魚という意味で4体化魚と称されるようになったゆえんでもある。なお、当の時代には、創魚青を国連白連に鯉を加えて5体化魚としていたが、蒸気の理由で捕獲、調理が禁止となり鯉は外されて4体化魚となった。幼魚はまず、蒸気4種、4体化魚の種苗を生育可能な環境へ放流する。放流後は各魚が、 直接的に摂取する飼料は与えないが、刈り取った植物や飼料を用いる。この環境は、各魚の食性と食物連鎖の結果、次のように展開する。植物を好む創魚が、水草や水辺植物を摂取する。創魚の排泄物を淡水性巻貝類のタニシ等が食べる。アオゴがタニシ等の底生成物を食べる。これらの食べ残しに加え、 肥料とした死尿を餌とした植物プランクトンが繁殖する。その植物プランクトンを餌として動物プランクトンが繁殖する。白蓮が植物プランクトンを、国連が動物プランクトンを食す。ありがとうございます。